利益ザックザク。はいどうも、弱小スヌーラーの高田です。いやーもうクリスマスですね。はい、いやーちょっとね、もう街もクリスマス一色ということで、セドリー行ってね、仕入れとか行っても、やっぱ店の店内がもうクリスマスの色になってますね。はい、でまあ無料ラッピングどうですかとか言われたりするんで、もう本当クリスマス間際ということで、やっぱ商品のね需要、特におもちゃとかゲームとかその辺の需要もねめちゃくちゃ上がってるんで、ぜひね、ちょっとね、どういったものが今プレミアになってるのかなっていうのをもう一回確認してみることをお勧めします。ということでですね、今日はクリスマス需要で、今プレミアになってて、利益が取れるよっていうような商品をね、ちょっと紹介していこうかなと思います。ちょっと今から紹介する商品は多分まだまだ店舗にはありますんで、でもまあ一日一日クリスマスがね、迫るごとにどんどん一般のお客さんもねやっぱおもちゃ買っていくんで、どん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 店舗から在庫消えていくっていうような、商品になってますんで、ぜひですねこの動画をご視聴くださった方はですね、すぐ、仕入れに行くといいかなと思います。最近ちょっとねクリスマスに向けて結構毎日せどりしてるんですけど、一日一日近づくごとにやっぱ店舗からおもちゃがどん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 在庫消えていってますね。人気のあるおもちゃっていうのは、はい、ちょっとですね、それの、まあ一部というか、こんなものが今プレミアになってるよっていう、みんな仕入れに行こうっていうような、ものをですね、紹介していこうと思います。それではですね、一回 Amazon のホームページに飛びます。どうぞ。はい、というわけで、Amazon のホームページ、見ていきましょう。このクリスマスシーズンということでですね、やっぱですね、おもちゃがもう本当に売れ行きが良くなって、もう回転率回転力がもうとんでもないことになってます。はい、ってことなんで、じゃあ実際 Amazon の、おもちゃの、1位から100位までのランキングですね、見ていくと、より、まあ、利益取りやすくなってくるなと思います。はい、というわけで、実際見ていくんですけど、この Amazon ランキングですね、おもちゃの Amazon ランキング、ここを、見ていきます。はい、もうこの辺、この時期のこの1位から100位のおもちゃってもうやばいですよね。はい、普段でも1位から100位ってめちゃくちゃすごい勢いで売れてるんですけど、もうこのクリスマスシーズンの Amazon ランキング、大手通販メーカーの、おもちゃの、1位から100位のランキングって、もうめちゃくちゃ売れてますよね。はい、まあ、実際僕も何回か納品してるんですけど、クリスマスシーズン向けの商品、はい、もう音速で売れていきます。はい、本当にマッハ5とかで売れていきます。もうびっくりするくらいの勢いで売れるんで、ちょっとね、この辺の商品はもう正直怖がらなく、売れないと困るなっていう心配も全くいらないと思います。はい。というわけでですね、どんな利益商品があるのかなっていうのを見ていきます。はい。もう利益ザクザクですよ。本当に。はい。まず出ました、これですね。すみっこ暮らしのパソコン。これまだ家電量販店全然ありますね。はい。今、18,958 円ということで、おそらくこれも、クリスマス。のおかげで、伸びてるかなと思います。はいですね、これくらいで、12月入ってからすぐに Amazon が枯れて、どんどんじわ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 上がってきてるっていうような商品ですね。出品者も増えてるんですけど上がってきてるって、これクリスマスの特徴ですよね。はい、若干値崩れ起こしてるんですけど、まあ回転率に物を言わして、まあこのまま価格維持するんかなと思います。はい、まあ定価で買うと利益は出ないですけど、家電量販店とかだともちろん定価とかでは絶対売ってないので、はい、割引価格で売ってます。はい、じゃあどの家電量販店が一番安いんかなっていうのを確認してもらって、仕入れていったら一番利益取れていくんかなと思います。はい、まだまだいきますよ。出ました、これですね、すみっこ暮らしのすみっこ探し。はい、まあ、またすみっこ暮らしということで、今年ちょっとすみっこ暮らし暑いですよね。はい、実際見ていくんですけど、現在の最安値7954円ということで、これ僕結構縦に積んでもうかなり売った商品ですね。はい、まあ、定価7020円とかなんですけど、家電量販店とかだと5200円とかで売ってます。はい、なんで、まあ、ぜひぜひ仕入れてもらって、これめちゃくちゃ売れてますね。はい、僕これも本当に納品し何十個か納品したんですけど、全部30分くらいで確か売り切ったっすね、僕。多分カートが取れて一瞬で売れていったんだと思うんですけど、はい、そんな商品になってます。はい。で、まだまだいきます。もうどん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 、これもですね、隅っこ、またく隅っこ暮らしと、お手紙もカードもかけちゃう、お絵かきトレーサーということで、
これは、おそらく最近ですね、直近で枯れてきた商品だと思います。はい、モノレート見ていくんですけど、定価5378円、現在4408円と、定価プレミア価格ではないですね。ですが Amazon が枯れて、最近枯れた商品ですね。で、まあ、ここで、出品者がガッと減って、おそらくこれも上がってくると思います。はい、おもちゃの12位なんで、はい、ここから、まあ、さっきの、商品と同じように、まあ、これですね、これと同じガガガって上がってきてると思うんですけど、これも多分同じようにこれからこうガガガガって上がってくると思います。はい、なんでもちろん、まあ、見越して仕入れるのはもちろん Amazon 復活したら怖いっていうのもありますんで、まあ、一応、まあ、プレミア価格利益が取れるようになってから仕入れていったらいいかなと思います。はい、これもうランキングを見ていくだけで全然利益取れるような商品が、まあ、発見できていきますよね。はい、まだこれ、まあ、13位までしか見てないんですけど、もうこれだけで結構利益商品もこれだけでも全然縦積みしたらかなりの利益が見込めるんじゃないかなと思います。はい、また13位なんでね、どんどん行きましょう。出ました、これ、コロガスイッチですね。これ確かおもちゃ大賞、2019のおもちゃ大賞で選ばれたような商品で、この前家電量販店に行ったら、なんか子供がこのコロガスイッチを見て、なんか結構大興奮してましたね。はい、なんかやっぱ子供にすごい人気があるような商品なのかなと思います。はい、今8200円まで上がってますね。ですね、8200円まで上がってて、モノレート、実際見ていくと、まあ、売れ行きとかはもちろん問題ないんですけど、まあ、クリスマス、やっぱクリスマスシーズンでガーって上がってきてるような商品ですね。まあ、これ定価6458円なんですけど、家電量販店だと5200円とかで売ってます。はい、なんで今は5200円とかで仕入れるとだいたい1700円くらい利益が取れるっていうような商品ですね。はい、美味しいですね。で、まだまだ行くんですけど、見ていくと、これですね、すみっこ暮らしの、これもすみっこ暮らしですね、すみっこ探しデラックスってことで、こちらはさっきのすみっこ探しのなんか豪華版みたいな感じですね。これが今9979円まで上がってて、実際モノレート見ていくと、おもちゃ42位で、まあ、こんな感じで Amazon 借りて上がってきてるっていうような商品ですね。定価9790円なんですけど、僕が家電量販店で仕入れたのは、7600円くらいで、仕入れましたね。なんで900円くらい利益取れるかなっていう風な感じですね。こちらも、秒で売れていきます。はい、実際僕秒で売りました。はい、まあ、やっぱすさまじいですね、クリスマス需要っていうのは。はい、こちらも、コロガスイッチやっぱ上がってきてるという感じで、やっぱこういった風に、めちゃくちゃプレミア価格になってるやつが多いですよね、この1位から100位の中でも。まあ、普段ずっと毎日見てるような方でも気づけるかと思うんですけど、まあ、やっぱこの時期ということで、Amazon がすぐに枯れて、まあ、価格がどんどん高騰していくっていうの、まあ、現象には、やっぱなりやすいですね、この時期は。はい、でですね、こういったものも横展開とかしてみると面白いと思います。このコロガスイッチもですね、実際横展開してみましょう。もしかしたら他の種類もあるかもしれません。この2つがランキングに載ってて、こいつですね、はい、コロガスイッチのデラックスキット、一番豪華なやつですね、こちら大型商品で出荷するっていう風な形になるんで、まあ、通常の混合して、在庫は納品できないんですけど、凄まじいプレミア率ですね。はい、参考価格10780円で、今17000円まで上がってます。はい、こちらですね、確か僕家電量販店で8000円くらいで、8000台くらいかなで仕入れて、売った商品ですね。めちゃくちゃ美味しいですね。はい、もう正直こちらをまあ何個か縦積みした時点で、まあ、いくらくらい、4万から5万くらいこの商品だけで出しましたね。はい、僕が気づいた頃にはそんなにね、店舗になかったんでちょっと残念だったんですけど、まあ、もっともっと早く着手できている人がいたら、もっともっと利益出たかなと思います。コロガスイッチちょっとね、僕は今年、まあ、眼中にないじゃないですけど、完全に隅っこ暮らしは来るとは思ってたんですけど、このコロガスイッチっていうのはちょっと気づけてなかったですね。はい、結構後で、まあ、結構行動するのがだいぶ遅くなっちゃったんで、まあ、そこまで立てずにはできなかったっていうような感じですね。はい、で、まあ、やっぱこういったもの、例えば隅っこ暮らし今回めちゃくちゃ上がってきてるじゃないですか。こういったものもやっぱ理由があると思うんですよ。
そういった理由を、探していくと今後に、自分の実力として、知識として、身につけていくことができるので、ぜひですね、こういうのを探ってみることをお勧めします。はい、今年も本当隅っこ暮らしめちゃくちゃ利益取れるような商品いっぱいあるんですけど、じゃあ何があるんかな、何があったんかな、調べていきます。で、調べていくとおそらくこいつにたどり着くと思うんですけど、映画ですね、今年11月に映画があったんですよ。まあ知ってる方も多いかなと思います。結構大ヒットしました。はい、まあ、結構大ヒットってちょっとね矛盾した言い方になっちゃったんですけど、大ヒットしましたね。はい、なんか大人にも受けたみたいで、なんかちょっと泣けるようなストーリーみたいです。僕ちょっと、映画見てないんですけど、はい、ぜひですね、Amazon プライムに出していただけたら、僕 Amazon プライム入ってるんで、ちょっとね、見ていこうかなと思います。まあ、Netflix でもいいですね。はい。はい、ということでね、やっぱ、この映画需要っていうのはすごく高いですね。このクリスマスだけじゃなくて、おそらくクリスマス関係ない時期でも、この映画のおかげで、すみっこ暮らしっていうのは需要自体が上がってきてると思うんで、プレミアにはなったのかなと思います。そこに、クリスマスっていう、まあ、すごい需要の高い、イベントが、起きたってことで、そこの相乗効果で、今回凄まじいプレミア商品の数々になったと思うんですけど、やっぱりですね、映画需要は強いってことで、皆さんもですね、まあ、これから、どんな映画があるのかなって結構、下調べあらかじめしていくと、まあ、目をつけやすいかなと思います。はい、まあ、ここに、ね、映画レビュー、このサイトでですね、映画レビューとかあったりとか、まあ、してますんで、はい、結構映画需要ってありますんで、はい、ちょっと前で言うとアベンジャーズとかエンドゲームですね。アベンジャーズエンドゲームって最後の、アベンジャーズ最後の、まあ、映画、まあ、まだあるみたいなんですけど、はい、フェーズ4かな5かの、まあ、最後の映画ってことで、まあ、それがすごい大ヒットして、アベンジャーズ関連の商品、全部プレミア、全部というか、まあまあ、数々プレミアになったんで、はい、やっぱ映画需要っていうのは凄まじくありますんで、どんな映画があるんかなって、下地調べしておくといいかなと思います。実際この映画のおかげで今回もすごいプレミア商品を叩き出してくれたんでね、すみっこ暮らしっていうのは、そのおかげでもすごい利益も取れたんですけど、はい、というわけでですね、やっぱりこのクリスマス時期めちゃくちゃ暑いですね。はい、もう今ちょっとさらっと見ただけでも、こうランキング見てちょっとだけ横展開しただけでも、こんだけ利益商品が出てきましたよね。まだまだ店舗にはあると思いますんで、実際僕今日もちょっと回収してきて納品 もしたんですけど、さっき出したような商品とかも、ちょっとね、店舗で回収してきました。はい、まだ店舗には残ってます。なんでぜひ皆さんちょっとね、まあ、電話店舗に電話してみて、まあ、あるとこ全部調べて回収していくっていうのが、まあ、効率が一番いいかなと思いますんで、ぜひそんな感じですね、商品回収して、このクリスマスで一気に儲けましょう。はい、というわけでですね、こんな感じでですね、これからも、転売や瀬戸に関する情報を随時発信していこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、何かわからないこととか困っていることとかがあれば、ぜひですね、LINE アットの方にですね、メッセージいただければ、こちらとしても、対応いたしますので、そちらのメッセージの方もお待ちしております。それでは、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。